社会システム経営学館は日本で作られた、まあ、学士課程として初めての組織、つまりどういうものかというと、地域科学部、工学部、応用生物科学と3つの学部の、協力を得ながら作られていると、まあ、その横断的な組織であるというところが一つの特徴なんですね。例えば地域科学部でやっている経済学であるとか、あるいは工学部でやっているまちづくり関係の授業とか、あるいは応用生物科学部の農業経済関係の授業、そういったものをですね、社会システム経営学館のカリキュラムの中に取り入れていると。まあそれは横断的なカリキュラムなんですけども、それ以外に我々が一番その重要視しているのは課題解決型の実習。現場で起こっている課題が何かということを学生が自らそこの現場に飛び込んで探り当てる。で、さらに現場の方と一緒になってその課題を解決する道筋を経験し、さらに一定の成果を出すと、まあ、成果を還元するということですね。まあ、そういったところまで視野に入れてカリキュラムを作っていると。で、もう一つは連関させる、我々は王冠型教育って呼んでるんですけども、まあ、実習に行くと必ず自分たちが何欠けてるかと、足りないところは何かっていうのが見えてくるんですね。じゃあそこを補強するために講義を目的意識を持って聞くというところですね。で、そこでまた理論武装じゃないですけども、知識を身につけて考え方を高めた上でもう一回現場に出て実習に臨むという、それの繰り返しをやることによってより実践的なですね、課題解決能力を身につけさせるというのが、まあ、大きな特徴、その2つが大きな特徴ですね。